Wi-Fi ダメか、やっぱ今日やらせて画質悪いままでごめん。そう、今日はメガネじゃない、今日は Wi-Fi つなげさせてなんかさ、いつも低速にならないのに今日今月はさ、なんか低速になるっていうね、なりそうだよっていうメールが来たんですよ。え、なんでと思って考えたけど、何にもその理由が見つからなくて、時々半目、あんま瞬きしないようにするわこんばんは、こんばんは。そう、ちょっと謎いな。ハッピーさん、ハートたくさんありがとうございます。なんかさ、いつも通りのねベッドの下で配信しようとしたら黄色だったんですよ、なんか画面の、私の映ってるこの画面が。だから今はベッドの上だからさ、すごい白いの。でもこの三脚をさ、ずっと倒れないように持ってるから画面がだいぶ揺れるしさ顔が近い、ごめんね。こんばんは、こんばんは。光がさ、こんなに近くにあるとこんな漏れるんだね。もうみんなのさ画面上はちょっと今は Wi-Fi 繋がっちゃってるからもざってると思うけど、いや何もしてないの今月。確かに家にいることは増えたけど、そうSNS はね、いや何使っても大丈夫なはずなんだよ。 LINE、Twitter、YouTube、TikTok は何見てもギガは食わないってやつなはずなんだけど、なんでだろう。フリフリ見たっけ。え、でもちゃんと違うアプリから通して見ただけどな、フリフリ。なんでだろう。止まる？ごめんね、じゃあ今日は15分で終わりにするごめんね、なんでだろう、ごめんね。ハッピーさんはね、机の上で寝てる私がね、メイクしてる時に来たからそのまま寝ちゃった。うん、寝てる。あれ、これなんだっけ、狼？猫だっけ。久しぶりすぎて猫の太田さん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ダメだ、コンタクトで目が乾燥するからさ、まばたきあんましないようにするのが難しい。カレナバタさん、バラの花束ありがとうございます。これさ、手振ったらもっと画質悪くなりそういやめよう、ちょっと今日はあんまり動かないようにしよう。多分 YouTube もね、大丈夫なやつだと思う。見ても違うかな、わかんないんだよな。他のゲーム、他のゲームなんだろう。あ、大富豪大富豪。いや、モンストもそんなガチでたくさんやってたわけじゃないしな。TikTok も大丈夫だったはず。あれ？違ったっけ？え、もうそういうプラン終わってる？もしかしてもうさ、そういうの分かんないんだよな。あ、そう、アモンガなんだっけ、読めないんだよ。それね、ちょっとね、やったのよ。実家ですか？実家じゃない、名古屋
きまで警察に見てた？見てないの。ちょっとね、いろいろやることがあって見てないの。でもテレビはつけてたけど、それがしゃぶくりセブンさん見てた。今は白石麻衣さんが出てる。でもね、録画してあるから見ない方が多分いいんだろうけど、ちょっと見ちゃってるんだよな。ハッピーさん寝ない時ありますか？ハッピーさん寝ない時ないですね。常に寝てる。そう、ご飯の時しかほぼ起きない。まあ、起きてるんだけど常に目つぶってる。そう、ハッピーさん、ハッピーさん、ハッピーさん、バラありがとうございます。みんな元気ですか？みんな元気ですか？え、コメント飛び飛びだからコメント難しい。あ、違った、会話飛び飛び、あれいつもじゃない？なんかそう、いつもさ、コメント私の目に留まったものがあったらすぐそっちの話に行っちゃうんですよ。YouTuber OK、 そうだよね、いつも見てて大丈夫だった。大富豪そんな使う？使わないと思う。だって先月なってないもん私。え、うん、え、なんかさ、コメント欄も飛び飛びになってる。これ今アモンなんとかのゲームの話になってる。あ、それは違う？リアルタイム？え、わかんない、わかんない。低速って本当にいいことないね。え、つらい。早く携帯変えたいな。アモングアス、アモングアス、アモングアス、確かに頑張れば読めるけど読めてない。読めてない。こんばんは、こんばんは、遊びに来てありがとうございます。まだ乾燥する、目見開いちゃう、いつの間にか。なんでだろう、スイッチ入ってるのかな自分の中で。え、笑うと目が見開くのかな。だって普通はさ、これなんですよ、普通に真顔ならね。でもさ、配信になるとほらこうなっちゃうの、わかる？真顔。わかんないか。わかんないよ、コメントの時差があるのかないのかもわかんない。あ、今ないかな、すぐに来た。無双なのね、無双中。うん。ダメだ、目が。今日はココナさんの誕生日だけど17歳だっけ、若っ。私とさ4歳も違ったんだって感じでびっくりしちゃった。びっくり、4歳も違うんだよ、ちょっと大きいわ。戻った？治った？
今年齢のことが来たんだけどコメント欄で、あれだいぶ前だぞ、さやも若い、嘘いや4歳はあるよ。コメント追いついた、え、画質上がったでしょ多分、今 Wi-Fi 切った、もう15分経つはずだから Wi-Fi 切りました。いやー、ギガが食われる家から出ないけどさ、あ、15分経ったよ、ミナの元にも今15分経った、ちょっと Wi-Fi 切った今日で637、ありがとうございます。え、ちょうどじゃないWi-Fi 切ってすぐにテロップ出た、すごっ、こんばんは。そう、うちの Wi-Fi 本当にダメなの、買い替えなきゃいけないはず。ハッピーのいびき聞こえる？いびきじゃないけど、そう、いる急に画質良くなった、そう、Wi-Fi 切りました。ということで、もう終わりにします。ほら、なんか黄色くない？ちょっと遠くにいたら、なんでだろう、紫がいけないのかな、色、照明と合わないのかな。そう、うちの Wi-Fi はね、もともと悪くてでもね、ちょっとギガが壊れちゃうから今日はつけようと思ったんだけど、やっぱダメだった。猫のアバターさん、ハートたくさんありがとうございます。では15分経ったので終わりにします。まあ白飛び、やっぱあれか、壁に近すぎるとさ、なんか聞こえちゃうからとか思っちゃって、近づけない、よかかれないんだよな今、空気ね、ほんとにそう、あと3日4日、やばいね何ができなくなるのかちょっと自分にも分かんないから、怖っ、全然思うように喋れんかったしごめんね。では38位、かわいいクマのアバターさん、1位ハッピーさん、2位カレナアバターさん、3位ハッピーさん、4位ハッピーさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位シナモンくん、8位ハッピーさん、9位イズリンさんのアバターさん、10位ハッピーさん、11位リスのアバターさん、12位ハッピーさん、13位ハッピーさん、皆さんありがとうございました。メールはね、多分なんとか送れる、でも低速になったら前みたいに画像が、同じ画像が2枚送られちゃったりするかもしれない、そういう時はごめんなさい、低速になったんだなって察してくださいまだね、ここの Wi-Fi を使ってメールはね、今月まだ送ってないので今のところ大丈夫だと思う。そう、低速だと事故っちゃう、メールも配信も、察してね察していただくことがちょっと多すぎる、申し訳ない、ちょっとあんま使わないようにするね皆さん今日も一日ありがとうございました。残りあと数日、2020年ね、お掃除をしたり体には気をつけて過ごしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ近寄っちゃう、バイバイ。